いたします。お願いします。テレビの代表質問させていただきます。テレビ朝日の斉藤です。よろしくお願いします。まず今の率直なお気持ちを聞かせください。そうですね、まあ、悔しいですね。ご自身で決勝を振り返るといかがですか。まあ、最初にパッシーブ取って先に先定する点を取るってところは良かったんですけど、あと、まあ、グラウンドでポイントを取れないとああいう展開になるので、まあ、そこのグラウンドのポイント能力がちょっと甘かったなと思います。パリへ向けて選考始まったばかりですけれども、今後のプランや目標を教えてください。まあ、今日もう試合は終わって、まあ、負けてしまったんで、まあ、自分の悪かったところをまた修正していって、まあ、次に向けて頑張りたいと思います。ありがとうございます。テレビの代表以上とさせていただきます。質問がある方はいらっしゃいますでしょうか。いらっしゃらないようなので、ここで終了とさせていただきます。ありがとうございました。